n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4ンバーアンダーライン愛がついに登場。新世代の音楽革命が今、始まる。ファンからの熱いメッセージが続々。n h k ミュージックエキスポ2024は、毎年大勢の音楽ファンが期待を寄せる一大イベントであり、SNS 上でもその期待感が日に日に高まっています。その中でも、特に話題となっているのが、ナンバーアンダーライン愛。 といいう新しいグループの登場ですこのグループがエキスポの舞台に立つことが発表されて以来彼らのパフォーマンスに対する期待は膨れ上がり SNS でのコメントやリアクションが止まりませんファンたちは彼らの才能を目の当たりにすることを楽しみにしつつ彼らがどのような舞台を作り上げるのかについてさまざまな予測や想像を繰り広げています NHK ミュージックエキスポ自体がすでに音楽業界において非常に重要な位置を占めるイベントであることから、毎年出演するアーティストたちは日本国内外から注目を集めます。特に2024年のエキスポは、SNS での話題性がこれまで以上に高く、ファン同士の期待感や興奮があふれています。その理由の一つが、ナンバーアンダーラインアイの登場です。彼らはデビューからまだ日が浅いながらも、 すでに多くのファンを獲得しており、彼らの新しいスタイルや音楽性がどのようにエキスポで表現されるのか、ファンたちは心待ちにしています。SNS 上では、ファンたちがナンバーアンダーライン愛の過去のパフォーマンスを振り返りながら、彼らの成長や進化に注目しています。特に、期間限定で公開された過去のパフォーマンス映像に対するコメントが多く見られ、そこからも彼らがいかに人々の心をつかんでいるかがわかります。 何度見ても素晴らしいこれが完全版になったらどうなるんだろうといった声が飛び交い、再公開された映像を見ながらファンたちは想像力を膨らませています。また、このような期間限定の公開によって、ファンの期待感をさらに高める狙いも見え隠れします。これは、イベントの盛り上がりをピークに持っていくための巧妙な戦略と言えるでしょう。さらに、 n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4の完全版の放送が発表されたことにより、ファンの興奮はますますヒートアップしています。SNS 上では、完全版楽しみや、待ちきれないといった声があふれ、まるで長らく待ち望んだものがようやく手に入るかのような感覚が広がっています。このような期待感は、アーティストに対してプレッシャーを与える一方で、彼らのモチベーションを高める要素ともなります。 特にナンバーアンダーライン愛のような新しいグループにとって、このような注目は大きなチャンスであり、彼らがどのようにその期待に応えるかが今後のキャリアを左右する重要なポイントとなるでしょう。SNS でのファンの反応は非常に多様であり、彼らの期待するものも様々です。あるファンは、ナンバーアンダーライン愛の独特な音楽性に焦点を当て、彼らの曲が持つ深いメッセージが、 n h k ミュージックエキスポという大舞台でどう響くのか楽しみとコメントしています。一方で、ビジュアル面に強い興味を持つファンも多く、ステージ演出や衣装も見逃せないといった声が上がっています。このように、多くのファンがそれぞれの視点からナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを楽しみにしており、彼らが全方位的にファンの期待に応えることができるかが注目されています。また、ファンの間では、 n h k ミュージックエキスポが持つ特別な意義についても語られています。このイベントは、単なる音楽フェスティバルではなく、日本の音楽シーンを象徴する場であり、ここでのパフォーマンスはアーティストにとってもファンにとっても特別な意味を持ちます。ナンバーアンダーライン愛のような若手アーティストにとって、この舞台は彼らの音楽人生において重要なターニングポイントとなりうる瞬間です。SNS 上では、 このパフォーマンスが彼らのキャリアにどんな影響を与えるのか楽しみだというコメントが多く見られ、彼らの未来に対する期待感が高まっています。さらに、ファンたちが注目しているのは、n h k ミュージックエキスポのステージ自体がもたらす影響です。これまでのエキスポでは、多くのアーティストがこの場で新たな挑戦を行い、そこで得た成功がその後の活動に大きな影響を与えてきました。ナンバーアンダーラインアイもまた、 この機会を生かして自分たちの音楽をより広く、深く伝えることができるのかが試されることになります。SNS 上では、彼らがこの大きな舞台でどのように自分たちの個性を発揮するのか興味深いといったコメントもあり、ファンたちは単にパフォーマンスを楽しむだけでなく、その後の彼らの成長にも期待を寄せています。また、SNS での議論の中で浮上しているもう一つのポイントは、 ナンバーアンダーライン愛が他の出演者とどのように共演するかという点です。n h k ミュージックエキスポは、多様なアーティストが一堂に会する場であり、それぞれのアーティストがどのように他のパフォーマーと相互作用するかが注目されます。ファンたちは、他のグループとのコラボがあるかもしれない、全体でのパフォーマンスがどうなるのか楽しみといった期待感を抱いており、イベント全体が一体感を持って進行する様子を楽しみにしています。 このような期待感が SNS 上で広がることで、イベント自体の魅力がさらに高まっているのです。n h k ミュージックエキスポ2 0 2 4への期待がこれほどまでに高まっているのは、やはりナンンバーアンダーアダインアイというグループが音楽シーンに新たな風を吹き込んでいるからに他なりません。彼らがどのようにこの大舞台で自身を表現し、さらに成長していくのか、ファンたちは息を呑むような思いでその瞬間を待っています。特に SNS では、 ナンバーアンダーライン愛の歌が今までにない形で響くはずだ、このステージを通して彼らの魅力がさらに多くの人に伝わるだろうといった期待の声が絶え間なく流れ続けています。興味深いのは、SNS でのファンの議論が一歩進んで、彼らのパフォーマンスが今後どのように音楽業界全体に影響を与えるのかという点にまで広がっていることです。ファンたちは、ナンバーアンダーライン愛の斬新な音楽スタイルが、 既存の枠ををえててて新たなトレンドを生み出すす。可能性についいも言及しています彼らがこのエキスポで成功すれば、これまでのアイドルグループとは違った新しい流れができるかもしれない、これが日本の音楽シーンに新たな一歩をもたらす瞬間かもしれない、といった、彼らに対する未来への期待が高まっているのです。これらのコメントからもわかるように、ナンバー,ア,ンダーラインアイはただの新しいグループという枠を超え、 日本の音楽の新たな可能性を象徴する存在として注目されています。また、SNS 上でのファンの議論の中には、彼らが国際的にどのように受け入れられるかについての期待も多く見られます。n h k ミュージックエキスポは国内のみならず、海外からも注目されるイベントであり、ここでの成功が国際的な認知度を一気に高めるチャンスとなります。ナンバーアンダーライン愛の音楽には、日本国内だけでなく、 世界中のリスナーに通じる普遍的な魅力があると感じるファンも少なくありません。彼らが海外のファンにも注目される瞬間が来る、このエキスポをきっかけに国際的な成功を収めてほしいといった声が、SNS 上で次々と投稿されています。こうした期待は、グローバル化が進む音楽業界において、若いアーティストたちがどのように国境を越えて活躍できるのかを象徴しているのかもしれません。一方で ファンたちはこのような大きな期待が、ナンバーアンダーライン愛にとってプレッシャーになることを理解しつつも、それを超えるだけの実力を持っていると信じています。大舞台でのプレッシャーは大きいだろうけど、彼らならそれを乗り越えられる、これまでの努力が報われる瞬間を見届けたいという、応援の声も少なくありません。SNS では、彼らを励ますメッセージがあふれ、そのエネルギーがナンバーアンダーライン愛のメンバーに届くことをファンたちは信じています。 このようなファンとの密接なつながりが若いグループにとってどれだけの支えとなるかは計り知れません。そして、そのサポートこそが No. アンダーライン愛がこれからの音楽業界で活躍するための大きな原動力となるのでしょう。No. アンダーライン愛が今後どのような道を歩むのかは n h k ミュージックエキスポでのパフォーマンスが大きな分岐点となる可能性があります。SNS 上のファンたちの期待や興奮は、 彼らのこれからの活動に対する大きなエネルギーとなるでしょう。そして、その期待に応えるために、彼らはさらなる努力を続け、成長し続けることが求められます。エキスポの舞台は、彼らにとって挑戦であると同時に、無限の可能性を秘めた場所でもあります。ファンたちはその瞬間を一緒に分かち合い、彼らの未来を見守る準備ができています。最終的に、 n h k ミージックエキスポに2 0 2 4がもたらすものは、単なる音楽の共演ではなく、アーティストとファンが共に成長し、未来への希望を抱く場です。ナンバーアンダーライン愛がその中心でどのように輝くのか、SNS 上での期待はますます高まり続けています。この舞台での彼らの活躍がどのように広がり、新たなファンを引き寄せ、さらなる成功へと導くのか。その答えは、 彼らら自身の手に委ねられていますそしてファンたちはその答えを待ちながら SNS での興奮を共有し続けています。